どよい。はい、というわけで45番でした。はい、45番。まあ、今日はね、鏡の誕生日なんですけれども、まあこの番号では無理なはずなんで、他に狙い台つけてるんでそちら行きます。黒瀬塁の街道満塁だ。2回行きます、はい、まあ大丈夫でしょう。まあこちらで行きます、はい、あ、よかったよかった。これミサオパネルだけとかそういうオチはないだろうからな、はい、よし、ね、だったら泣くけど全然満潮ゼロでそれはないだろうから。おはようございます。違います。クロセルイの街道チーンシュイーン丸井だ。はい、第21回はい、なんと新年になりました。そうですね、こちらでは新年です。ニュー、あ、こちらでは新年ですということで、はい、ニュークロセです。2024ニュークロセ、スロットもパチンコも初打ち、もうすでにやっておるんですけれども、今のところ無敗でございます。お、すごい勝利のポーズです。はい、まあで、ね、早々にフラグ、新年早々フラグを立ててしまったんですけれども、はい、まあ、クロスでもない、バイオハザードビレッジでもない、吉宗ライジングでもない、違います。時代は万丈ゼロまあなんでかっていうと、鏡ケンシロウの誕生日なんですよ。まあ普通エリート鏡だと思うんですけれども、まあエリート鏡と番長ゼロどっちもやっちゃおうぜみたいなノリで入れるんじゃないかなって思って、あまりにも独自の発想だすぎたのか全然別に誰も来なくて、うん、失敗したかな、後から来ればよかったかなってちょっと今後悔しております。はい、今のところサマイが約7500枚、まあ7496枚とかかな、なんで、で勝率もまだ 50% で、まあ、キープしたいよね 50% 以上を、うん、目標枚数まで残り、まあ、あと300枚ほどということで、はい、まあ、300枚。でもねこれ結構ね残り300、400って魔の数字なんだよね。まああのね、クロセのマッピー回を見ていただければ、マッピー回の次か、マッピー回の次あたりをね見ていただければわかると思うんですけれども、残り数百枚になった途端にスンっていくんで、なんかもうあれ何も引けんって、 50% 引けんみたいな、どころかなんか 80% も引けんみたいな。今日ピンと来たから番長ゼロ座ってるだけであって、本来めちゃくちゃ行きたくないんだよ。本当に苦手で、すごいいい台なのはわかる、めちゃくちゃいい台なのはわかる、だけど本当に苦手で、何択2択エスパー台とかの方がまだいい。単純に純粋に 50% を持ってこなきゃいけないっていうのがすごい苦手。うん、ま、それは今日はね、その苦手を克服しようということで、そうです、もう番長シリーズすごい苦手なんで克服しようと思って、というわけで本日もよろしくお願いします。お願いします。 50% 50%。この番組は3枚プラス 77,777 枚を目指して黒瀬塁が頑張っていく動画でございます。小さな枚数でもコツコツと貯めて目標の枚数目指して頑張っていくぞ。はい、というわけで番長ゼロでいきたいと思います。お願いします。お願いします。今日みたいな日はリセットかかっているでしょう。まあ番長ゼロならね、待ってね、なんだルパ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 1ね、番長ゼロなら移動できるだろうっていう、移動できるだろうというか移動も早くできるし、怪我もまあそんなね他の台と比べたらしないだろうっていうことで、あと今日の抽選人数がね、まあ、300人以下なんで、そういうのも含めても今日は移動できる日なんで、やっぱねちょっとね寝台はね、ね行こうか悩んだけど、いや行ってもよかったんだけどね、ビレッジちょっとね、自信が今日入る、今日前代やるっていう自信がなかった。いや今思えば行ってもよかったかもしれないな、まあ、ビレッジ行って番長ゼロ移動みたいなのでもよかったかもしれないなって、今思った
今思ったからもうやり直せないんだけど思ったよりも、うん、あのバッチョゼロが埋まらなかったっていう結構この発想にたどり着く方多いかなと思ったんだけど全然オリジン独自の私の感覚だったみたいでうん、ね、なんか朝全然来なかったもんね、うんうん、なんなら今もね1台だけ空いてますね。ああ1台空いてるんだ。まあ、今日は単品はやらないと思うんで周りの、うん、周りの様子も見つつ、まあ、前代判別でいきたいと思います。はい、さあ朝一のゼロも当たってほしいところ 50% とは言われています。結構当たってほしいですね。だがしかし私朝にも申し上げました通り番長ゼロ死ぬほど下手くそなんでしすごい番長シリーズ歴代すごくすごく相性が悪いのであのゼロもね全然当たらないんだよね。あーラスケットかダメそう。うんダメだ。あ当たらないんだよ ねこれ当たらないよね。ねゼロも当たらないよね。330のところを見て反応しなかったら多分やめるかもしれないです。わかんないですけど。あ、うわあひどい出しのだけこれかよ。ひどいですねこれは。269か、うんうん、このまんま天井に行かれるくらいなら右に行こうかな。移動しますか。269だからこのまんまピピピって追うよりは移動した方がいいな。よし移動します。はいはい、というわけで移動してまいりました。バッチョゼロこれは朝一の風に朝一振り伝えないかな。はい、ねまだね00の台が唯一1台だけこの子が空いてたんで、もう1回ゼロモードをやって、まあね、これでまたゼロもやってすかして通常行っちゃったら通常 A 行っちゃったら、うん、もうそれはもう私の気がねひどかったってことで、基本的にゼロも抜けの300のところを確認してやめるっていうのが一番その設定狙いをする上では一番最善の立ち回りなのかなって思ってます。で番長ゼロから番長ゼロに移動したのは一応角2がね直撃しているっていうのと、うんうん、あともう1台動いている台がゼロモードからおそらくゼロモかチャンスモードに移行したモード移行したっていう感じで、まあ、設定全体的な設定判別的にも一応今のところ動きは四五六っぽい動きをしていたんでもう一度番長に行こうということで別の番長に移動しました。よいしょ、また引っ張ってくれるだけでいいんだよ。そろそろ発展しちゃいそうな気がする。引っ張らないこの野郎この野郎この野郎引っ張らないな。じゃあ足上がってちょっと演出がちょっと弱いんだよな。卓球かいやー弱いな演出が。今ここで攻撃しちゃったもんね。あはは終わった。当たんないんだよねあ、土の子パンダラ。いや土パン出てんだよな。土パン出てて直撃もしててゼロからゼロもから多分ゼロもチャンス移動してるってなるとやっぱ続行なんだよな。絶対私が下ぶれてんだよな。行かない移動しちゃって、うん、行かない移動しちゃってで了解です。はい、というわけで3度目の正直ってことで3代目です。今日はでこの番長ゼロで、うん、この子で番長ゼロといってもこの子でね
星を据えて終わりたいところではある、ね、これがちょっと反応してくれると、ね、他の2台はね、あのずっといいんだよね、ずっといいんだよね、打ち続けてる他の2台は。今年のだけね、ちょっとね具合が悪いよね。私が触れた台だけ具合が悪い。ビリビリなし。やべかな、やべかな、これはこれはやべかな。だって50杯1回すかしたでしょ、2回スカイしたで、3回スカイしたでしょ、3回か。でも私 50% 3回スカしたんですけど、はい、あの他のいた方たち全員ゼロもみんな多分累計で何回だ、5回か、累計で5回やって4回皆さん突破してらっしゃるんで、まあ総合足してもあれなんですよね、全てを割ると確かに 50% になるっていうね、ほぼ 50% になるっていう。まあただそのね、引けなかった 50% を誰がやってるかっていうと全部私なんですけれども、やっぱ番長ゼロって、これ以上やめとこう。はい、というわけで、店内状況などいろいろ見てきたんですけれども、やっぱり根拠的にどうしても番長ゼロが私的には強いかなって思ったんで、また移動してまいりました。朝一座った台と同じところに戻ってきました。もう一度この子のことを信じてみようと思います。アルタ、ここでチャンスアップをして、はい、で当たってくれるということですよね。か復活か、そのまま行ってくれたんですね。初めからこの台を信じておけばよかったということか。ああ滑んない、はい、OK で300。おお上がった、おお上がった、おお上がった、マジか。369ゲーム、投資が26,000円、青7です、はい、かなり設定差大きいところを引きましたね、はい、答えてくれてる、来てる来てる、これはかなり強い予想ですね。ですよね、やっぱり合っていたのでは、私の読みはちょっとすごい自分のこと自分で疑っちゃったけど、やはり己を信じるべきだったか。偶数しさでしたっけ、ピンポン、ここで AT です、頑張ります。まあどうせ1回目はね入ってくれるんで、この最初の1回はいかにゼロ揃いを引かないでベル引けるかみたいなところだと思ってます。確かにできるだけ長いゲーム数を紹介したいですね。そう欲しいですよね。はい、はい、入っちゃった、どうしよう、話す前に咳のせいで話せなかったという幕。はい、というわけで、すみません、ちょっと私が咳ごほごほしてたんで説明できなかったんですけれども、ゼロゾロイで役を引いて、こちら、まあ、引くと抽選でね、いただきチャージの抽選をしてるんですけれども、こちらいただきチャージに入れて、出しましょうぞと、ね、いただきチャージ終わった後はまた30ゲームスター、30ゲームがある状態でまたスタートしてという形ですね。こちらいただきチャージ中は、1回10ゲームなんですけれども、このねゼロ揃いチェリー弁当を引くと継続します。でまた10ゲームもらえるといった形で、3回目突破するとこういう話をしていたらゼロ揃いしました。でまたいただきチャージがもらえるといった形で、4回目まで行くと鉄血、鉄血みたいな、鉄拳制裁が、ああ鉄血、そうだよ、鉄拳制裁に入ります。まあ本当にこのいただきチャージを事故らせないと出ない、うわ気持ちいい、紫並み、はい、こちらで鉄拳制裁クラッシュいただきました、いやー初っ端から入るのはありがたい、なかなかね、いかないんだけど、なかなかないんですけどね。
多分ゼロ揃いめちゃくちゃしてるんで、その、うん、いただきチャージがレベル1から3まであるんですけれども、うん、おそらくレベル2なのかなと思います。どこに滞在してるかわからないので対処させてくれないと。レイヤーとかゼロ揃いとか引くと、このいただきチャージライジングに入るチャンスがございますと。多分そうだね。もう大体20ゲームです。これが20ゲームということはおそらく外れ目です。はい、といったわけでナビなしだとやっぱだから熱いんですよね、うん、まあ、ありでも全然ゼロ揃いのチャンスはあるんで。まあ鉄拳制裁クラスいただけただけよかったです。61ゲームの274枚です。でまたいただきロード再セットということで、まあ、ST みたいな感じになってますね。でこちらが今押すポイントの規定ポイントに達していれば、うん、対決ステージに行きますということで、ゼロがたき、そうゼロがたきだ、対決ステージじゃない、来ましたね。緑だ、ちょっと足りなかったですね。ダメそう、むしより強いもんな。これチャクソン君、虫捕まえるの上手すぎるかな。もうちょうちょだからダメだね。あ、でもなんかちょっとこっち寄りにしてるね。あはははダメか。ダメでしたと。はい、また分身したら一応最後はね、もともと持っているポイントを参照して出してくれます。もう一回ゼロがたきを、まあ、今回ポイント足りなかったということでゼロがたきは発動せず391枚終了です。分身したです。はい、来ませんということで289枚終了です。残念。あーだろう、ビリってたね、うん、はい、またゼロ回ダメでしたと。はい、そうですね。いや、外れすぎじゃない。何分のなんだ。5の0 6? 6の0か、うん、900なかったら1トンの1トンどころか特訓で終わるところだった。さあ1トンも落ちることなく来てしまった。縁日です。あー眼科切っちゃった。あれ、おー当たった。ありそうな気質だな。ありそうっすね、やっぱり。このゼロモードがやれてないんだけどありそうな気質だな。ちょっとなんか余計な声が聞こえるな。本当余計な声が聞こえるな。一回でも当たってて多分言ってないかもしれないけど、一回も当たってないんですよこれが。はい、233枚終了です。正直ね、なんか内容はめちゃくちゃいいんですけれども、ちょっと展開がしんどい展開なので、どうにかどうにかしたいところ。お昼休憩打法、お昼休憩打法で、さあチャンス巡りです。弁当からのチャンスです。まあね、お昼休憩で流れ変えたと思ってるんで、一応ね、今のところ通常からの青7も確認してるし、気持ちいいか、めちゃめちゃ効くな、今日では役で、1トンからも一発で突破してますし、レギュラーので、あ、多分当たったな。で、おそおそガチャの5分の2でツチノコパンダ出てきててって感じで、結構いい要素が多いんで、あと800早くない？あー、ちょっと、まあ、強いんだよな。あぶ、楽しい。わー、すごい、V に光ってる。
っていうか全部総合最後の最後でしたな。まあさすがに7でしょう。でも昇格するんじゃないですか。そうだよね、青7かなと思ったけどな、いっぱい引いたから。232ゲームの投資36,000円です。足りないよね。あー9ポイント。あーなんか動いてはいるけど、どうなの。じゃあこっち、あーやばい、厳しいよね。あれどっちもウェルだ。おう、これは歴代の中じゃどっちもは、え、今のはゼロゾロいからか消灯してる。ありがとう。まい、うまい。今のゼロゾロいっぽいね。ゼロゾロいっぽいっすね。うん、いや、あー空数さ、ま、終了。なんとか AT つながりました。ありがとうございます。うまい今の。まあなんだろう、これで800枚くらい入れて、うん、次で800枚でもいいから、浅くて800枚とかでいいから、とりあえずコツコツでもいいから戻したい。内容が悪くないからこそ願ってる。めっちゃ来るな、この後に来てほしかったな。うえマジで、うわしかもチャンスメラ、うわこの今のここの分あったらね、 3個分だったけどチャンスメラ引いてたから、その分1個持ってきてくれましたね。さっきあんだけレア役いたんだから、ここでだって引いてくれたっていいじゃんか。外れ目だろうな。ふぅ、外れ目か。なんかもう元々確定している、いただきチャンスが確定している状態でチャンス目引いて1個もらっても足りないんだよ ね。確定してない状態でチャンス目とね、やっぱ運命の差だから。お、いった。煽りは、煽り手がゼロ型気には言ってくださるね。そろそろ、今日全然ゼロ型かかってないから勝ちたいところなんだけど。これでバトルか。あー、そうだよね。ああダメだダメだ、刺してしまった。いやー緑突破してくれよー。どうだ。いや行くかーい。取れてたー。いや絶対に取れてないと思った。失礼いたしました。上がれ。うわ回ったー、助かるー。これで欲しい。いただきチャージ、設定差がない部分なんで、ミサエちゃんでやっていきたいと思います。せっかくなんで逆押しミサエちゃんでいくわ。逆押しでいいですもんね。その何もない時逆押しで揃ったらライブ的にいいですもんね。取れたやつですね。あれ揃ってない。逆押し、お願いします。ああ、いや言ってるわ言ってるわ。いややばくない。だからやっぱもうちょ、まあそうですよね。ありがたい、いただきました。いただきチャージ美味しい、助かる。おうまーい。おーホールド中。
まあ、ホールド中のゼロゼロ入れややこはいただくチャージの子となっております。はい、お、行ってほしい。いやー、いかないかい。まあ、そんな気はした。ゴロマイ、ダダキサーズ、カケイツゲッチュ、あとね、2個あります。え、うわー、うめー、うめー、うわー、しかも黄色だ、うめー。レベル2以上スタートです。これは美味しい。今話題の男ですよ、轟豪鉄。ただが入れるまでがうまいが、入れてからが伸びなくなってしまった。まあまあ、おまけだと思って、ね、うん、ね、この台のこの AT のいいところがさ、いただきチャージのストックしたら30ゲーム消化するまでちゃんと残してくれるのと、この30ゲーム間の間に自力で持ってきたらもう一回遊ばせてもらえるっていう、優しいですよね。いいな。なんか最近のはさ、即ゲットしても先行で出てきちゃったりとか。いや、そうなのよね。あと30ゲーム間の間に当てたとしても意味ないですみたいな。そうだね、ちょっと悲しいみたいな。ね、そうそうそう、あれ悲しいよね。あれ悲しい。でマジで、8割突破できますよのラウンドでも持ってたら使いますよみたいな、うん、やめてよって、うん、ね、やめてよ、やめてよ、ほんとやめてよって。チャンス目、チャンス目、チャンス目。さあ、弁当2回行ったけど弁当だからしんどいかな。どうだろう。確かね、弁当から行ってくれたらね。あれ、ほほ、いや、お、行ったんじゃない、行ったくさい。マジか、うん、弁当から行ってくれたらそうだよね。今日94%でレベル2行ったから、まあレベル2でしょう。嬉しい、ありがとう。弱弁当、弱弁当、弁当、ありがとう。弱弁当レベル2だ。よし、出会えていけば関係ありませんよと。お、黄色だ、美味しい。いっぱいポイントくれるんだよ。宝珠おいしい。711枚、うん、いいよ。よしよし、いや、それ狙ったんだけど滑っちゃったね。もちろんこれ狙ったけど滑るんだね。おいしい。あ、ソロンかい、こんなんでソロンかい、ありがとうございます。あ、またレベル2だ。よく来てくださるな。3回目まで全然いけないな。はい、お、いいですか、ありがとうございます。嬉しい。今のね、狙えてところをしっかり狙えないと準備中になっちゃうんで気をつけてください。まあ、もう青だ、復活するんじゃない、復活じゃない、あー、ゼロ型効くんじゃないと思ったけどいかなかった。1362枚終了です。はい、はい、くれ、ここくれ、ダメか。そうですね、560枚終了。まあ、よく出た方だ、うん、と思います。ご自費を下さらない、下さらないです。いや、まあ見事な駆け抜けしたんですけれども、ベルの量が半端なくて266枚終了という。きれい、440枚終了です。ただ本当に比較的めちゃくちゃ早く当たっているので、うん、もうこのゲーム数じゃない、この枚数でも全然どんどんプラスになってるっていう、うん、ね。はい、というわけでちょっと
続行したいんですけれども内容がいいんで、はい、本拠的にも打てるし内容もいいんで打ち続けたいところなんですけれども、ちょっとこの後移動の予定があるのですみません、お終了したいと思います。それではエンディングの方へ。1821枚です。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。わー夜だー早い ね、夜になるのが。カドナイの盤上ゼロで、まあ、見事ゼロも7スルーして、あ、終わったって思ったもん。7連チャンでゼロもスルーして、もうダメだご飯行くしかないと思ってご飯行って戻ってきたその矢先ね、1回の AT で、しかもなんか特段そのいいのを引いたわけじゃないのにね、1300何枚か出て、はい、そんな私の回収枚数1821枚ということで、1656枚投資だったんでプラス165枚、嬉しい、プラスだよ。だけどなんかね、ちょっと釈然としないというかあ、ね、あれなんですよ、なんと騒い、あの総合3枚がね、まあ、一応次の目標がプラス7777枚なんですけれども、はい、7662枚ということで刻みましたね。え、この枚数刻むってとこ刻みましたね。280枚プラスでよかったんだね今日はい、はい、プラスで終わったんだよね。終わりました終わりました。なのに達成してない。はい、プラス165枚でございます。簡単には渡らせませんよっていう多分ね、使命なのかもしれないです。はい、まあね、私今日は別にそんなに両番欲しくなかったんですけれども、まあ両番という人権を確保しまして、はい、素晴らしい。いや、やっぱね、両番は人権です。はい、それはちょっとお気に召せない方もいるかもしれないですが、私にとって両番っていうのは人権なんです。やっぱ両番も考えるわけですよ、両番候補の。でもやっぱその悪番毎回引いちゃってね、去年なんかもうブブブの6だったりグランベルムの6だったり、もうたくさんのね、6、5、6をやっぱ逃しちゃってるので、やっぱ両番っていうのは人権だと思うんですよね。はい、って私の考えなんで、はい、人それぞれの考えでございます。はい、私はちょっと怒っています。いいじゃないか、そんなね、好きな言葉を使わせてよ。提言されてったらみんな同じ言葉使ってたらつまんないでしょね。といったわけでね、まあ今日の店内状況なんですけれども、誕生日だっていうのもあってね、鏡慶志郎さんの、まあ元気でしたね、とても元気でした。はい、でそこで大東さんつながりなのかわからないですけれども、まあ、SAO がね全、まあ、10台くらいある中で、まあ、全6だと思います。全6ですねあれは。で、まあ、私の番長ゼロなんですけれども、ちょっと終了画面のシサーと直撃とは弱かったんですけれども、まあ、それ以外の内容が、まあ、ボーナスからの AT のつながりだとか、通常からの、まあ、青7を引いたりとか、まあ、普通にゼロモからの青7引いたりだとか、たくさんのいい要素を、まあ、あと土の子パンダもね、まあ、最初5分の2で出てきてくれたりとかで、まあんまおソースガチャできなかったんで正確な数値はねわからないですけれども、まあ、結構中身的にはいい内容だったとは思うんで、くたばりかけの私でしたが、はい、なんとかプラスに戻すことができたのでよかったです。プラスにして偉いぞルイルイって思ったら、ぜひ高評価の方をお願いいたします。37パチガムさんのチャンネル登録と X のフォローあとは私のヒポタマの X のフォローもよろしくお願いいたします。それでは本日もここまで見てくださりありがとうございました。いや本当に感謝しかないです。今年もねよろしくお願いいたします。こんな私ですけれども、まあ本当に私のやりたいように私が正しいと思うことをひたすらにやっていくチャンネルです。いや、チャンネルじゃないな、動画ですのですいません、チャンネル、チャンネルだったちょっとすいません、まあ、動画なんで、はい、ぜひついてき、はい、来てくれる方はぜひついてきてくださると嬉しいです。それでは本日の第21回クロセルイの階段のリーダー終わりたいと思います。ではまた22回ゾロ目でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。